西の表市五坊墓地にある時高の墓、種ヶ島時高は、戦国時代から安土桃山時代にかけての大名、種ヶ島市、第十四代当主、日本に最初に銃を導入し、国産化に導いた。協力元年、種ヶ島市、第十三代当主、種ヶ島恵寺の子として生まれる。鉄砲機によると、天文十二年、ポルトガル商人が乗った。 民船が種ヶ島に漂着した。この南蛮商人は日本人が初めて見る鉄砲を持っていた。16歳だった時高は射撃の実演を見て、その威力に着目し、購入を決断する。そして時高は購入した2丁のうち1丁をタンヤ職人、焼いた金兵衛に調べさせて国産化を命じ、金兵衛は苦心の末に日本人の手による銃の製造に成功した。 伝来の場所から、鉄砲は、種ヶ島獣とも呼ばれ、戦国期の日本の戦場に革命をもたらした。父の恵み同期は、鉄砲伝来当時存命中だったが、記録には主に時高の名が出てくることから、すでに実質的な家督継承が行われていたようで、ある。また時高は、島津忠義の娘をめとり、工事元年には、島津高久に従い大子国攻めに参加した。 性質との間には二人の娘を設けた。特に次女の妙蓮夫人は、高久の着男、吉久に五歳として嫁いだ。その一方で、島津市と争っていたねじめ氏からも姫を密かに迎えて、即室にし、男子が生まれたのをひた隠しにしていたが、これを知り起こった時高夫人は、娘二人を連れて、種ヶ島を出て、鹿児島に帰ってしまったという。 このねじめしの娘との間に生まれたのが、長男の時きで、次男の久し時は、黒騎氏の娘との間に生まれた子である。A63 年に家督を、長男の時きに譲るが、A65 年に7歳で創生したため家督に服した。後に、次男の休次が家督を継いだ。天正7年、死去。去年52、ありがとうございます。